こんにちは、光の音楽グランドサウンズ、光太郎です。本日はですね、この宇宙を創造した音の数々というタイトルでお届けいたします西洋編ということで、グランドサウンズはですね、古代失われた音の英知とか魅力とかをですね、探求しながら、世界に愛と調和を、そしてあなたに愛と調和を届けるという、テーマでお届けしているわけなんですけども、では実際に古代どんな英知があったかって言いますと、皆さん気になるかと思います。実際ですね、もう残っている英知としてはもうせいぜい考古学的にも数万年前ぐらいのものになると思うんですけども、もっともっと遡るとね、もっともっと別次元、全然違う次元のものがあるかと思うんですが、古代っていうのはまあせいぜい1万年前とかですね、まあアトランティス、レムリアまでの概念を私は定義しております。そんな中でですね、西洋編として非常に面白いエピソード、音の英知がありますので紹介したいと思うんですね。前回までですね、イエス・キリストだったりモーセの話だったり、新約聖書、旧約聖書に関してお届けしておりましたがですね、本日お届けしますのは旧約聖書の中にある契約の箱というものがありますが、契約の箱、そしてエリコの城壁、というものがありまして、これはですね、古代の音を皆さんに知っていただくためには非常に、面白い魅力的なエピソードになっています。契約の箱というのはですね、モーセが、出エジプトその際にですね、十戒といって石板をもらう、神様からもらうわけですよね。で、その神様からもらうときに、モーセが契約の箱の作り方を聞いたということで、お兄さんのアロンと一緒にですね、契約の箱を作成しました。で、この契約の箱っていうのはものすごいエネルギーがこう詰まっていると言われていて、詳細はもちろん今不明なんですけども、かなりね、この契約の箱を奪い合う争いっていうのが、起こってるんですね。で、伝説によると、その箱に触れたものは即死する、または時間が経過してから死に至る、皮膚がただれたり、髪の毛が抜け落ちてから死亡すると、言った伝説があるんですね。で、まあ、やっぱこういう伝説を聞くと、まあ、現代の科学者が見るとですね、まあ、これ放射能だったんじゃないかとか、そういうふうに、見解が一つあるかと思うんですが、まあその科学的な見解は置いといてですね、その伝説として伝わっている契約の箱の起動方法っていうものがあるんですね。で、この契約の箱、神と通信するための箱であると言われていますし、まああるものからすれば宇宙のエネルギーと通信をするためのものであると言われていたりするんですが、起動する方法がの鍵っていうのが実は音なんですね。では実際に契約の箱を起動する方法を、手順を追ってご紹介していきたいと思います。これ非常に面白いです。契約の箱を起動する際には大司祭が必要になってくるんですけども、この宝石のペンダント胸当てという特殊な衣装を着る必要があるんですね。で、この特殊な衣装にはですね、12個の、宝石が散りばめられているわけなんです。で、ルビー、トパーズ、エメラルド、トルコ石、サファイア、ダイヤモンド、ヒアシンス石、メノー、アメジスト、ベルイル、シマメノー、碧玉というこの12個の石に加えてですね、2つのウリムとトンミムという特殊な宝石があるんですけども、これをポケットに入れた状態で12個の宝石を着ます。で、呪文を唱えるとですね、この12個の宝石が光り出して契約の箱と共鳴して、契約の箱が7色に光り出すというふうに言われているんですね。これはタルムードとかですね、ミドラッシュというユダヤ教に伝わる、旧約聖書を保管するための、伝承記に書かれていることなんですけども、これだけ見るとですね、本当にまあルパン三世を彷彿とさせるような、もうアニメとかの映画とか SF 映画の世界ですよね。ただですね、これじゃあどんな呪文が必要かって言いますとですね、実は神様の名前を呼ぶそうなんですね。もちろん言い伝えられている呪文っていうのは他にもあるんですけども、すごくこう喉の底から絞り出すような声で神様の名前を呼ぶと、宝石が光って契約の箱が光ると言われてるんですね。で、これね、神様の名前と言いますと、ユダヤ教で言うと神様の名前というとヤハエかエロヒムになりますよね。で、これイスラム教になりますとアッラーっていうことになるんですけども、で、ヤハエとエロヒムっていうユダヤ教の中に2通りの言い方があるんですが、これはですね、同じ一神教なので一つ唯一神なので同じ神様なんですが、その用法
言葉の用法によって使い分けていたそうなんですね。もちろんそのヤハウェスト資料とエロヒスト資料っていうのがありまして、その書かれた時期によって名前が変わっているっていうのも一つあるんですけども、もう一つですね、この神様の呼び方っていうのがユダヤ教ではあります。でこれはですね、まあ私自身もちょっとこの神様の名前を発声するのは控えておこうと思っております。というのが、この神様の名前はやたらむやみに発してはならないというのがユダヤ教で伝えられていたことなんですね。でこのユダヤ教の言い伝えによってですね、イエスは神のことを主、天なる父と言ったりするわけなんです。神様の名前をイエスが言葉にすることはまあなかったですよね。おそらくなかったと思います。父って常に新約聖書でも天なる父ですとか、聖書の中の祈りです、祈りの中でもですね、主よとか、天なる父よ、天に増します父よとか、いろんな言い方で言っていると思います。でもちろんイエスはエッセネ派だったっていう説が一つありますので、その神秘的な力を、まあ間違いなく奇跡を起こしているので神秘的な力を持ってたんですが、このおそらく契約の箱の起動方法にまつわるエピソードを知ってたんじゃないかと。だからやっぱり神の名前はむやみに呼べなかったんじゃないかというふうに思います。この神様の名前はですね、テキストで孝太郎の個人ブログの方に掲載しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひね、見てみてください。実はですね、公園モーダルハプロタイプというものがありまして、この公園モーダルハプロタイプというものはですね、ユダヤ教のこの大司祭の公園に共通して見られる特定の Y 染色体ハプロタイプっていうわけなんですね。でこれ何かって言いますと、モーセの兄アロン、一緒に契約の箱を作りましたね。でアロンの末裔の古代イスラエルの、十二支族の中の一つの族で、アロンの末裔の一つの族があったんですね。でこの族が、代々契約の箱の保護者として守っていったわけなんですけども、このねアロンの末裔の直系の子孫である伝統的な人たちに主に見られる公園モーダルハプロタイプと遺伝子タイプがあるそうなんですね。でこの遺伝子タイプがもしかしたら関連してるんじゃないかと考える宗教学者さんもいらっしゃいます。でこれはですね、公園モーダルハプロタイプっていうのはこのアロンの末裔だけじゃない人たちにも発生している遺伝子ですので、まあこれ因果関係があるかどうかはまあ一概に確定できるものではないと。で同じような時期にですね、契約の箱の起動方法に近い時代にですね、エリコの城壁というものがあります。でエリコの城壁っていうのは何かって言いますと、約束の地に戻るときにですね、城壁をやっぱ崩壊させなきゃダメですよね、ユダヤ人たちは。でこれを崩壊させる方法何かないかというふうに考えるわけですね。で考えた挙句、神様に聞いてみようというわけで、先ほど申し上げた儀式を持ってですね、契約の箱を七色に光らせて神様から城壁を崩壊させる方法を聞くんですね。するとですね、神様はめちゃくちゃ具体的にその方法を教えてくれたわけです。でこれがね、宇宙人だったか天使だったのか、唯一真の神様なのか分かりませんが、具体的に教えてもらったその内容というのがですね、契約の箱を担いで6日間城壁の周りを回りなさいというわけですね。7日目にですね、ショファールという楽器、ユダヤ教に伝わるヤギの角で作ったショファールという楽器があるんですね。でこれはまあ著作権の関係上、私音源持ってませんので YouTube にリンク貼りますので、ぜひ興味のある方は聞いてみていただきたいんですが、このショファールを7日目に、いろんな何人かでも吹けと、思いっきり吹くのと同時に、民たちを、叫べと、城壁に向かって叫べば崩れるというふうに教えたんですね。で7日目に一斉にこのショファールのプーという音と、民たちの声でわーって叫び声でこの城壁が崩れ落ちていったっていうわけです。でこれはですね、音によってその物質が崩壊していくっていうのは今の僕たちの科学常識的な思考回路でもまあまあ普通に当たり前に起こることですよね。そのワイングラス割ったりとかガラス割れたりとかっていうのはまあ非常に音圧の高い振動数じゃないと、またそれと共鳴するものでないと割れないんですけども、物質を音によって割るっていうのはまあ分かりますよね。
というわけでですね、本日はその音の魅力、古代の英知、実際どんな魅力、英知があったのかっていうところをですね、西洋編ということで2つのエピソードをお届けしました。次回ですね、東洋編ということで、これまたねすごい面白い、東洋編が実際にその西洋のですね、もっとより古代の英知につながって いくんですね。そのピラミッドの例えば作り方ですとか、イギリスのストーンヘッジの、石の積み方とかですね。でそれは実は東洋、古代インド哲学に眠っていたということなんですね。ぜひですね、チャンネル登録といいねボタンを押していただきまして、次回の音の英知、古代の音の英知、どんなものがあったのか、東洋編をお待ちいただければなと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。